前回のカズクラ、カズクラ本編で久々の冒険だ。エンドのところにまだまだ道があるから、そちらの方で行ってみると、うわ全然続くじゃん。溶岩渓谷を越えたどり着いたのは、あ、廃校。カズクラやっぱり持ってるな。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。廃校大好きカズクラし、廃校大好きカズクラちい、いや取れるな。危ない危ない、やめて、あっちゅっ、ね、防具がさ、あのこれだから、しかもヘイドモードだから、当たったら行く。本当に隠れてっから、あいつら大丈夫。ほーらいた、あっちょっちょっ、いやいやいや怖すぎだろって。もう2体に増えてるし、怖え。いや今日はね、もう廃校探検ということで、やんわり行きたいなと思います。ああまただ、お前な、なんであんなにいんだ、異常だろ、抱きすぎだろ、おいおい大丈夫か、怖い。まあ適当にね、やんわり鉄とかこのレールとか取りながらね、行きましょうか。きっといいやつある、宝箱もあるといいんだけどな。いや超楽しい。おや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 、こんなところも、この水の音がありすぎてね、この敵の音が聞こえにくいっていうね。やべ、もう結構傷んできたなこれ。ちょ交換するか、そろそろ。これだな、ちょ一旦交換しておこう。これ次ダイヤのやつだからめちゃめちゃ持つぞ。え、どっちから来たっけ俺。これいろんな方向からさ水が滴り落ちてるからさ、超わかりづらい。ではまずこっちの方から水源を成仏させていきましょう。こわ、ちょっと隠れてんだよ。オッケー、クリアクリアクリア。こういうところでやったらもう終わったですから。うん、終わった。はい、水源で一個成仏。大丈夫かな、怖えよ怖えよ、大丈夫か。上からこんにちはとかなしだからな。おい、よし、あんまり見ていこう。オッケークリア。お、来てる来てる来てる。はい、成仏、はい成仏。仕事にもない。まずはしっかりと上から潰していこう。上から怖えんやぞ俺は。あ、あ2体向いた、向いたよね完全に。へい、はいっと、オッケー。まずは大きくクリアしていく。オッケー。いやー廃校楽しい。どこに何があるか分かんないし、このスリルよ。いやーこのスリルたまんないわー、超楽しい。このクリちゃんがね、この隠れてる感じが、おー、どっか横つながったわ。またいる。はいよー、はいよ、あ、やべ、あいつできる。お、高い、分かった。待て待て待て、はぁ、待て待て待て、 AT フィールド、ちょっと待って、スポナーあったぞあれ。足元チュクン。いやもうミスター取れ高と言ってくれ、ミスター取れ高。お前横にあるやつ何か分かってんのか。はいやべやべやべ、いやこれやばいっしょ、やばいっこランドでしょこれは、さすがに。いや嬉しいなこれ。じゃもうちょっとクリアリングしてから、お宝見に行くか。いや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 、もういるわもういるわみんな。はい、閉じ込みました。はい、こっちもクリア。ちょっとお宝見ましょう。ぽいっ、おっけっけっけー、レールがいっぱい、名札もいただきます。全部使えるやつやった。このトロッコ も持って帰ろうか。いいじゃないの、ちょ整理整頓しよう。ほい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 で、どうでもいいやつをぽぽい、あぽいあぽい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 、よし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 、いい感じに集まってるよ。よーしよ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 し、ほなちょっと行ってこようか。あ、来い、お前入ってこんだ。待て待て待て、お前入ってこれるんか。ちょ待て、いっぱいいんなお前ら。えい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 、待ってろ。えいえい、すぐ湧かなくしてやっからな。こんでどうだ、こんでどうだお前。あいつ何やってんだろ、お前何やってんの。ジョブチュ、ほなちょっといただきますか。せーの、ズドン。おー、レコードとか、そうだ、ちょっと待って、これ全部一応持って帰ろう。おー、いいやん、全部持って帰るよ、これも。ありがとう、ありがとう。ありがとうよ。俺、今思い出したんだけどさ、やってないじゃん、今日。だったら、ここでもね、なんかやらないといけないんじゃないのかなと。確か作れるよね、これで。ほら、作れた。でね、多分ここで釣れるんじゃないかな。
やってみるよ。どうかな、いるかな魚こんな場所に。いた、フグいたわ。いや、どうでもいい。うん、いやいや、今回はささぎいいわ。あ、ちなみに座標を見とこう。こんな感じね。さあ、というのは続きいきますか。結構上の方はまさぐった気がするから、次下の方だね。いるいる、えいえい、あ、声もいる、えいえい。大丈夫大丈夫、こわ、結構下まで進んでくんだな、これ。え、岩盤まで続くことある？これ初めてかも。岩盤まで続いてる廃坑って、なんだこれ。岩盤廃坑俺初だわこれ。マジかー。そりゃもう6月梅雨だよな。みんな元気してっか、梅雨早く明けてほしい。福井もう本気モードですよ。もう雨模様、ほんとに毎日ほんとやだわ。でもね、もうちょっとしたらみんなと会えるから、それはね楽しみだ。めっちゃ倍率すげえからね、あれ。うえおい、大丈夫か。え、なんか埋まってる。はい、いただきます。アクティベート、いや、すぐいっぱいになっちゃうな。さあ、あの U-FES でもなんでもね、倍率がすごいことになってるみたいだから、当たった人はラッキー、当たらなかった人はどんまいける。いや、そんぐらい厳しいからね。みんなあの手この手でね頑張ってるんだけど、なかなかですよ、本当になかなか。はい、成仏。ほんで今月は買い、おお、やべやべ、言おうとしてた。まだまだ秘密にしてんのにな。まだ秘密にしてんだ。うん、まだ秘密にしてんだ今回。いや、今月は長期のお仕事というか、お外行くことがありますからね。さすがに買い、あ、実況してる人らいるかな。だったらわかるんだけど、旅先であのマイクラ実況結構難しいんだよね。ホテルとかって、あの、意外と、声廊下にダダ漏れなのよ。だから迷惑になっちゃうからさ、まあできないんですよね、なかなか。できたとして、もう誰もいない昼間とかさ、そこら辺できる可能性があるかもしれないけど、あの、お昼以外はね、まあできないと思った方がいい。あ、ラピスラズリもね、すっげえんだよな、あれ、壊した時。あの、エンチャントついたやつで壊すとさ、やべえのよ、あれ、なかなか。まだあるよ、こっち。この地面スレスレのとこ。もう俺アイテムパンパンになるよ、もうほんとすごいんだから、取れ高が。え、待ってたよお前。さて、おすげえ、5ダイヤ決定。はい、5ダイヤで多分フィニッシュだよな。ないただいて帰りましょう。はい、5ダイヤゲット。いや、めちゃめちゃ濃かったな今回。すげー、この廃坑岩盤近くにあって、ほんでスポーナーもあって、もうこれ以上のやつってまあないんじゃないの、これ以上のやつなんて。おお、びっくりした、すまない。成仏な、もうちょっとここら辺だけまさぐって終わりにしますか。それに気をつけようね、クリちゃんとか潜んでることたまにあっから。オッケー、おおおお、またや、またあった、すげえ。今回取って帰ろうか、ちゃんと。ほんとありがとう、大量のダイヤと取れ高をありがとう。ここは2ダイヤかな、1ダイヤ2ダイヤ。おーし、こんなんでよきか。もうこっちも行っとく。おお、ちょ、おいよー、いない、おいよー。あ、さっきの繋がってるやつか。あ、また岩盤近くの。もうやらせって言われるじゃん、ここまで来たら。さすがにちょっと良すぎでしょう。ちょ、あっぶね。な、ダイヤ TV、 1ダイヤ2ダイヤ3ダイヤ4ダイヤ。おいしょー、うまいや、どこまでも美味しくてさ、ゴールが見えない。ここ本当にまたお宝あるし、こっちはもう大丈夫、繋がってない。もうどんだけでけんだよっていう。ちょっと待って、タイトルがもう廃坑ダイヤ、いや、もう盛りだくさんすぎて、タイトルがもう混雑してる。タイトルがこれ今回。ほんならオープンしますよ。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ほんで見えたよ俺はさっき。ほら、もう大丈夫、この脇は大丈夫かな。ちょっと待って、異常でしょこれ。ちょっともういい？はい、もうここはもう行き止まりってことでいいかも。うん、いや、もうダイヤモンドが飽きるぐらいある。何これよ。1ダイヤやばい。もう次でラストにしよう。もうキリがないぐらいダイヤモンドが取れる。ほんでこの道中だよな、過去最高だわ今回。1回の冒険でこんな手に入ったの多分過去最高クラスだと思うわ。もういいか、ここで、ここ最後でいいか。
もういいよな、これ。ほな、行きまーす。あ、最後ぐらい丁寧に動くか。溶岩がないかだけチェックして、OK。1、2、3。3ダイヤということで、ちょっと集計してみましょう。この貴重品ボックス。うわ、やば。今回の貴重品ボックス、やば。まず、石炭が1、2、3、4、5スタックで、鉄格子が2スタックとちょい、でレッドストーンも1スタックともうちょいで、レールはちょっと雑な取り方しちゃったんだけども、2スタックとちょいでしょう。このディアモンドが19個。いや、もう十分ですわ、これ。いや、もうこれ、預けておこう、しっかりと。はい、とまあ、本日はこんな感じで終わりたいなと思います。取れ高だけ。いや、またこれ使ってね、いろんなもん作っていくから、皆さんね、楽しみにしててください。それでは本日はこんなことで、またお会いしましょう。バイバイ、バイバイキン。